100年前、あなたは私の言葉を無視して自ら命を絶った。私にはそれが我慢ならんのです。だからわざわざこの場所を選んだというのか？そうです。あなたが幕を引いたこの場所、さあアンコールと行きましょう。今度こそ私の手でとどめを刺してあげますよ。あなたの息子のようにね。エリヒー！